2020年4月28日の木村淑子の気になる銘柄です。いつもご視聴ありがとうございます。日銀のですね、決定会合を経て、金曜日にアップした、日経平均株価、もし日銀の金融政策決定会合の結果以下によっては19,780円ぐらいまで行くんじゃないかっていうお話をさせていただいた動画があったと思いますけども、その方向に行きましたね。さあ、今日はどうなるでしょうか。今日のお話はこんなお話です。さて、今日はですね、中国2049仕掛けられた新型〇〇〇、準備万端ということでお話をしたいと思います。やはりですね、中国はブレずに2049を進めているんでしょうね。その一環としてこれを考えると、なるほど、準備万端やってるんだということが今にしてみれば納得がいく気がいたします。すごいですね。さて、マスク外交で健康シルクロードの名のもとに2049を完成させるためにファーウェイ網を広げたい中国と、バーサスギリアドサイエンシズのレムデシビルでそれを止めたいアメリカの攻防が続いています。安倍首相はですね、このレムデシビル、ギリアドサイエンシズが開発している治験薬ですね、治療薬レムデシビルを5月にも承認するということですから、日本は世界に比べるとこうした病気にかかっている方は非常に少ないですので、これがあれば、かなり、出口戦略としては心強い限りなんですけれども、しかしながらギリアドのレムデシビルは大変な副作用がありますよということが中国の研究機関から言われております。これがブルームバーグ、18時間前ですから4月の27日のことですね。早く治ってしまわれると困る、これは再々私が動画でお伝えしている、お話です。さてですね、看護師さんから教えてもらったアドバイスなんですけども、もしもかかってしまった場合は対症療法しかなくてですね、今治療薬がありませんからね、ギリアドが出てきて、ギリアドサイエンシズのレムデシビルなどが用いられればいいんですけども、今のところ対症療法しかないので、医者の処方薬ではコロナールというんですけども、市販薬の名前ではタイレノール、ジョンソン&ジョンソンの解熱剤を使ってなるべく体力がそがれないようにするしかないんですね。で、看護師さんからもらったアドバイスとしては、やはりコロナール、タイレノールを飲むしかないということなんですね。それでですね、ここでちょっとですね、看護師さんから教えてもらったアドバイスをざっくりですね、お話をさせていただきたいと思います。まずですね、看護師さんから教えてもらった話なんですが、このウイルスにかかってしまうと7日から8日、10日の間にピークを迎えるそうです。最初にしんどいなというのが出てですね、頭痛がほとんどの人の場合出るそうです。そして、下痢は回数は多くないけども多いそうですね。途中から味と、嗅覚も全くなくなる人が半分ぐらいいると。そして発熱、だらだら続くと。そしてもしも中症になってしまうと39度ぐらいまで上がるので、さっきのね、カロナール、それ市販薬名ではタイレノールを飲んで抑える必要がありますね。重症になると38度ぐらいがずっと続くそうです。そして特徴は一旦7日目ぐらいに収まるんだけど、またぐんぐん強くなってくるそうです。そして咳やたんはあまり多くなくて、若くても息切れするそうですね。そしてですね、CT がいいそうですよ。で、現在の治療は対症療法のみ、そして、カロナールを飲むしかない、すなわち市販薬名ではタイレノールですね。抗生剤は基本的に効かないそうです。そして、単にはカルボシステイン、下痢、ミア、BM などを使うということですね。そして発熱と症状があった場合は保健所に電話して、ひどいと2時間つながらないか、丸2日間つながらない現状がありますよというようなことで、他の地域の保健所に電話してくださいというようなね、そういうアドバイスをもらいました。もしこれが、もっと詳しく見たいという場合は、概要に貼り付けておきますね。さて、動画の、主題の方に戻りますね。そしてね、ここでね、ちょっとね、気になるのは、こういうことなんですね。要はですね、このタイレノール、カロナールってさっきね、申し上げてた市販薬では、
タイレノールというものなんですけど、これ中国がもうこういうものが必要になるだろうということで買い占めてましたし、しかもですね、このメーカーはジョンソン&ジョンソンなんですけども、この主要成分であるアセトアミノフェンは 70% が中国依存なんですね。で、抗生物質も中国依存なんですよ。もう明らかに準備万端整えて、現場にあるものもみんな買い占めてやってきてるということで、もうこのフェーズがどんな状態かっていうことをしっかりと私たち認識しないといけないと思うんですね。もうバーサスという状況じゃないということです。わかりますよね。あまりNG かのワードを使っちゃうと動画がなくなっちゃいますので、まあお察しくださいね。で、アメリカはですね、ジェネリックの、主要供給国であるインドにですね、もう輸出禁止となっているものを解除してくださいとお願いされて、4月の7日にインドからいろんなものが来るようになりましたけどね、ものすごいですね。かつ戦争しかしないという、そういうやり方なんですね。やっぱり戦略国家ですよね。すごいなと思います。このね、市販薬ではこれがなかなか手に入らなかった。なぜならば買い占めてたからですよね。そして主原料も握ってるということですから、ああ、すごいなと思います。さて、話題はね、その話から一旦ちょっと離れまして、今、まあそういうものを追っかけていっても、もうギリアドサイエンスは私はずっと前からお話ししてますので、買われた方はいらっしゃると思いますので、今日はね、また視点を変えて、今私たちテレワークなどを推進していく上にあたって、クラウド化っていうのがね、重要だってことを申し上げておりますよね。連休中に入りますと、やっぱり日本市場閉まってますので、アメリカ株一つご案内しておきますね。ドキュサイン、ティッカーは DOCU ですね。チャート、1年チャート出しましたけど、結構いい感じです。ドキュサイン。なぜならば、クラウドでね、仕事が必要。日本のメーカーでは、日本の関連株では、弁護士さん、やっぱりクラウド化必要だとおっしゃってます。6027、弁護士 .com。各種のですね、この PR などを見るととても買えない451倍なんですけども、弁護士 .com もクラウドでは使えるということなんですね。そして、他にはこんな関連株があります。おいおいですね、連休中じっくりと解説していきますので、引き続きご覧くださいね。さて、いかがでしたでしょうか。視聴者の皆様がですね、いろいろとアドバイスをくださいまして、ある方から歯茎を大事にすればいいんじゃないですかということで、いろいろ教えていただきました。大変ありがとうございます。そうですね、歯そのものよりも歯茎が大事ですね。教えていただいた通りにしたら、歯茎の腫れが収まってですね、また歯磨き粉もですね、歯茎プラスというね、機能がついているものを選ぶようにしたら、だいぶマシになりました。やっぱり口の中の環境って大事ですよね。ぜひ実践していきたいと思います。ありがとうございます。それでは、もしもよろしかったら、チャンネル登録をいただきましたり、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた明日お届けしますので、連休ですけれども、頑張って更新していきたいと思います。引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた明日。さて、いかがでしたか？木村よしこの気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また、月の初めの1日正午には、月刊木村よしこ、そして月に2回、木村よしこの経済都市伝説で、面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上、ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。